family doing today? I hope y'all are having a good one out there, because you know, anytime I get to jump on here with y'all, it's always a good one for me. So, quick, little segment. There's no commentary for me in the game. This intro is being recorded afterwards. No commentary for the game. It wasn't recording my audio for some odd reason. So, yeah. And I didn't want to start over again since it's the busiest time of the year for me as a driver. So yeah, so that's lovely. No commentary in the game, but the game itself is great. It's amazing. It's like watching a movie almost. So hopefully y'all enjoy it, because this game was just something I found. It's called The Man Who Erased His Name, and this guy that's on the screen right here, you're gonna love this guy. So if you like, drop a like, comment down below, subscribe if you want to. You don't have to if you don't want to, but I need you to do one thing. Let's have fun. And oh yeah, quick thing, like I said before, it is the busiest time of the year for all delivery service, UPS, Amazon, Post Office, FedEx, all of us. We're out here working hard, so please go easy on us if something doesn't show up when it's supposed to. We're doing our best out here, okay? I appreciate y'all's all. I hope y'all have a blessed day, and let's get into this gameplay, shall we? じゃあ、私はこれで。すみません。お先に失礼しますね。 見ろよ、あれ。 大丈夫か？ ええ、お待たせしてしまって。 今店を出た。 車はまだか？ 急な追いつけだったもんでな。 お嬢様の具合は？ 問題ない。 そっちがすぐに来れば。 了解、あと5分くれ。 少し 車を待つ。 ごめんなさい。 やっぱり気分が。 時間がかかりそうならタクシーを。 わかった。 通りまで行ってみよう。 飲みすぎちゃったみたいで。 祖父には内緒にしてくれます？ <笑>余計なことは言わない。 ねえ、大丈夫？ よかったら俺らが女の子を食ってくよ。 いいんだ、間に合ってる。 うちすぐそこなんだ。 タワマンの30階。 おいでよ。 みんなで解放してあげっからさ。 おい、 おさむくんが親切だ言ってくれてんのに無視かよ。 どうも、 僕がおさむくんでーす。 どけ。 俺一人でよけりゃ、 後で好きなだけ付き合ってやる。 何舐めた口聞いてんだ、おっさん。 トラブル発生。 車はまだか？ 到着まで3分。 何があった？ 後で話す。 少し休んでるといい。 大丈夫なんですか？ 俺らはこんな時のために呼ばれてる。 どっかいいとこのお嬢様なのかな。 大丈夫。 うちの親もね、 聞いたら絶対知ってる会社の社長。 いいの。 俺らに手出したらただじゃ済まないよ。 お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。 さもなきゃ、 これから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。 おさむくん、こいつやる気だよ。 まあおじさんはお仕事でやってんだろうしな。 それにさ、 恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。 さあ、お嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。
よせ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 、俺の車。ああ、マジかよ。お前誰に手出したか分かってんのか。ただじゃ済まねえぞ。案外優しいんだな。はあ？自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか。いや、ちょっと待ってください。思い出しました。あなたマルヒナの社長の息子さんですよね。マルヒナってあの有名な商社か。どうしてそれを。去年祖父の誕生パーティーに来てくれましたよね、お父様と一緒に。え、もしかしてあなた荻窪幹事長のお孫さん。ええ。これはとんでもないこと、申し訳ございません。今夜は留学先の中東の友人が日本に遊びに来ていたので初めて六本木に来てみたのですが、あなたたちもよく遊びにいらっしゃるの？いや、僕らもたまたまです。本当に何とお詫びをしてよいか。いいえ、私もこんなに酔ってしまって。お互い今夜のことは忘れませんか？もちろん。私は今夜何も見ていませんし、誰とも会ってません。私どものことも幹事長にはご内密にしていただけますか？ええ。ありがとうございます。本当にすみませんでした。よかったのか、あんなやつ見逃して。気にしないで。そんなことより今はもっと大事なことが。ん？お願いだから早くどこかで私を休ませて。おい、車どうなってる？いつまでかかってんだ？もうすぐ、あと3分。さっきも3分って言ってたじゃねえか。気持ち悪い。
うわお前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。仕事で不甲斐、女とか人殺せ、撃ち殺せ。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはをすべて大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取ってすべての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと。自分が何を言ってるのか分かっているのか。なめるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何。あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。今日もご精が出ますね、桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから。住職もどうかお構いなく。お気遣いありがとうございます。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。仕事ならこの間用心棒に行ったろ。荻窪豊の孫娘んとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者。呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえあなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとただ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。俺は
あんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺実ってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史、そいつを蒸し返されたくなきゃ俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。俺は自分の死を偽装して人生も名前も捨てた。あんたらは俺の飯代だけだ。ただ飯食べてるだけってのは言い過ぎじゃねえのか。飯代以外に朝顔へ援助していることもお忘れなく。沖縄のあの児童養護施設はずっと資金なんですよ。大道寺からとバレないよう匿名の口座をいくつも使ったり手間をかけて寄付してます。大した額じゃありませんが、急に打ち切ったら子供たちが不憫ですよね。なかなかいい勝負ですな。仕事は年に数回の頼みです。それにあなただって我々に敵でないと示し続けた方がいいはず。約束とはお互いの信頼によって支えられます。そして信頼は日々のコミュニケーションによって育まれる。はあ、ご心配なく。例によって簡単な任務ですよ。汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱いしてるんです。敬意を表してね。さて、今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。その時点でもう違法に聞こえるな。元極道が固いこと。別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。依頼主は某アジアの独裁政権下で反政府組織をまとめるリーダー。我々の目には自由を求める革命家ですが、その国ではテロリストとされています。テロリスト。彼は日本で調達したある物を軍資金として自分の手元へ取り寄せたいと考えました。そこで我々大道寺一派がその輸送を手伝うことに。そんな話で俺に何ができる。まあ聞いてください。彼は物の輸送をまず CIA に頼りました。共に独裁者を認めず自由を愛する同志ですからね。そして CIA はこの手の大掛かりな闇仕事を大抵我々に相談してくるんです。具体的には有望な革命家の物を日本から送ってほしいと。ただし日米が関与した証拠は一切残さずに。物ってのは？大量の金塊です。今時紙幣でも仮想通貨でもなく、おかげで人手が要ります。なるほど。あなたの任務はその金塊を船に乗せるまでの警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局桐生さんは持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ。大道寺ってのはもっと愛国心がどうのって集まりじゃなかったのか。随分俗な仕事をするんだな。ですがこれは大道寺の組織力あっての仕事でしてね。金塊の輸出というのは法律上面倒なんです。そこを一派の有力者たちが様々な便宜を図ってみせる。 CIA や革命家は感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。表に出せない金はこういった手段で稼ぐんです。それが大道寺一派の力となる。一見優雅に泳いでいる白鳥も水面下では必死に足をバタつかせているものです。ここでそんな話罰当たりじゃねえのか。さて、私は最近耳が遠くて。問題ないようです。どっちにしても気乗りのしねえ仕事だ。あなたに他の予定はないし、ここ以外の行き場もないはずですが。お忘れなく、
もしあなたがここを離れ、世間に桐生一馬が生きていたと漏れれば、我々は約束を破られたものとみなします。その時ペナルティを受けるのはあなただけじゃありません。あなたが人生を投げ打って守ろうとした大事な人や子供たちも。その話は聞き飽きてるし、十分分かってる。そもそも俺から言い出した約束だ。分かっているなら結構です。では仕事の話を続けても構いませんね。今物を乗せたトレーラーがこちらへ向かってます。そうか。とはいえまだ少しかかりそうですね。リラックスしていただいて結構ですよ。物を船に乗せるまで1キロ四方にいる者は全員グルです。彼らも大道寺のエージェントたちです。猛者揃いですよ。あなたはここで一緒に立ってていただければそれで十分。秘密の取引なんだろう。その割に警備が多すぎる。報酬の大きい仕事ですから、クライアントの手前しっかり仕事してる感は出さないと。俺らはそのためにかき集められたのか。私は他を見回ってきます。一人で大丈夫ですね。連中は俺のこと知ってんのか。いえ、単に同僚の一人としか知りません。彼らもお互いコードネームで呼び合っています。うっかりご自分から素性を明かさないように。お前は確か上流だったな。何かあったのか。いや、そういうわけじゃないが。ならさっさと警備に戻れ。いくら楽な任務とはいえ気は緩めるな。怠慢が原因でしくじってみろ。どんな処分が下るかわからんぞ。これをやるからキュッと飲んで気を引き締めろ。ああ、了解した。おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。わかった。やっぱあれだな、昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな。桐生一馬、東城会の元四代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした？別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えやしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。
例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何がだ。持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえよし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。伝説の竜がそんな弱いわけないだろう。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。ああ、本当にそうだな。よーし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチからいくか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ。この野郎ぶちのめせ。おん。聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。お楽しみだったようですね、皆さん。ではそろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸いトレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのお戯れには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです、合理的に敵を無力化するのは。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。以後気をつけましょう。上流。ん？ええ。はい。ところでいいのか、俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません、外部に漏れさえしなければ。あんたは時々
大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも東城会よりはマシでしょう。ん？2年前にカムロ町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は産経作戦と銘打って、あの時は東城会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに関西の近江連合がカムロ町を乗っ取っています。その引き金を引いたのは東城会の一幹部に過ぎなかった荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東城会は本当に脆弱な組織でした。我々もせいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃返ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめておきます。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな東城会と切り離せない人生を送ってた。それが煙みてえに消えたなんて、どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるか分かりませんが、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東城会は消える運命だったと思います。今関西から押し寄せている近江連合にしても、いずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ止まれ、こちら。違う客か。おい、こいつは何だ？コンテナに物はなし。取引は中止。繰り返す。取引中止。現場にいない者は即時撤収。
兄貴、こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ、行くぜ。乗せろ。花輪をさらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。お前まさか。キリュウ。一体。何か考えるのは後だ。立てるか。奴ら、私をさらおうと。でもなんで。花は。ええ。自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ。よく言った。時間切れ。大丈夫。なんとか。怪我は。それより我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何？そうですか。急げ、もうそこまで消防が来てる。Well everybody, that's the end of today's gameplay. And I'm kind of annoyed, if you can't tell, if you're listening.Watching all the way to the end, because all of my audio I thought I had recording for this gameplay did not record, so I just want to apologize for that.
Hopefully the gameplay itself is good enough to just post, because this game is a movie. Like, but my reactions to this game was like crazy. So hopefully y'all's enjoyed. So remember to laugh, smile, and don't care what people think about you, because life is too short and this world is too crazy. Do what you gotta do to keep your circle good, and if somebody's trying to mess it up, go ahead and boot them out. Now I'm gonna need you to drop a like if you like, comment down below, go ahead and beat that bell up. Once you're done with that, go ahead and share, spread the word, pass it around, tell everybody, and help me grow the family. I really do appreciate that if you do that. Now, if you want to, you can go check out the Twitter and Instagram. There it is right there. If not, that's completely cool. Then, to everybody who's new and checking out the channel today, I just want to say thank you. I appreciate you for coming out and spending some of your time to check out my content. That means the world to me. And on top of that, if you want to, subscribe. If not, that's completely fine with me. I just hope you enjoyed the video. Now, to everybody who's been here from the very beginning, I just want to say thank you. I appreciate you more than you even know. You helped me get to where I am today by helping me get over my fear of recording. And even though I mess up like I did today, thank you. So, I need y'all to do three things for me. I'm gonna need y'all to have a good morning, good evening, good night, whenever you're watching my videos. I love you guys, and I'll see you in the next one.